2024年7月18日、木原防衛大臣は、鹿児島県の自衛隊関連施設、馬毛島と奄美駐屯地を異例の視察したとの情報をキャッチしました。今回は、そんな馬毛島基地着工から、1年半を詳しく見ていきますね。今年2024年中には、完成を目指す馬毛島の滑走路工事は、遅延の可能性も、馬毛島建設の裏で、何やらどうにもできない事態が極端ですが、自衛隊が基地を模擬建設し、有事に備えて、どれくらいで離島を基地化できるかってのも、訓練の一環で難しいかな。現在の日本の岸田内閣において、防衛大臣を務めている木原稔氏は、2024年7月18日に、鹿児島県の自衛隊関連施設の視察を実施、同県の西之表市に所属する馬毛島と、奄美市に所属する奄美駐屯地を視察したと報じられた。馬毛島は、日本に初めて鉄砲が伝来したことでよく知られている、大隅諸島の種子島の西、およそ 12km ほどの位置に浮かぶ離島で、行政区分上では、種子島の西之表市が管轄している総面積 8.20km にほどの小島である。一方で奄美駐屯地があるのは、奄美群島の中で、最大の総面積 712.35km を誇る奄美大島で、この中で、陸上自衛隊の奄美駐屯地は、島北部の奄美市に行政区分上では管轄されており、2019年から駐屯が始められた経緯を持つ。奄美大島には、陸上自衛隊の奄美駐屯地と瀬戸内郡田室地の2カ所に、前述したように、2019年に、同時に部隊配備が行われており、2014年度からの第26期中期防衛力整備計画に基づき、南西諸島の防衛力の強化策の一環として実現されたものだ。この目的は、特に2000年代以降に急速な軍備の拡張を続け、日本の南西諸島方面への軍事的な圧力を強めている中国に対し、その防衛を基とした、いわゆる防衛力の南西方面へのシフトを具現化させたものと言ってよいだろう。奄美駐屯地には、警備部隊員がおよそ230名、中距離地対空誘導弾、通称、中サムを運用する部隊員およそ60名、そして近代戦に、必須の電子戦を行う部隊を中心に、総勢で、およそ350名の人員が配備されており、周辺の防空を一手に担う部隊となっている。その奄美駐屯地の霊下にある瀬戸内郡田室地には、警備部隊員がおよそ130名、地対艦誘導弾、通称、SSM の運用を行う部隊員およそ60名を中心とした総勢210名の人員が配備されており、奄美大島周辺への敵艦艇の接近阻止を担っている。木原防衛大臣は、今回7月18日の午前中に、2022年4月から稼働を開始している奄美大島の射撃訓練場を訪れており、同施設が稼働する以前までは、こうした射撃訓練が九州本土でしか実施できなかったため、運用費用の低減が図られている点などを担当者から説明を受けたとされる。こうした説明を受けた後、木原防衛大臣は、部隊員らに訓示を行い、そこでは、奄美駐屯地や瀬戸内郡田室地が持つ、防衛体制を対外的にアピールすることで、中国を念頭に置いたと、おぼしき武力行使による現状変更を認めない日本の意思を強固に示す必要性を説いた。その後、当日の午後に、木原防衛大臣は、奄美大島を後にして、馬毛島へと向かい、道東への上陸を行ったが、現役の防衛大臣が、馬毛島へと足を踏み入れたのは、2023年初頭に、仮称の航空自衛隊、馬毛島基地の建設工事が開始されて以来、初めてのこととなった。私の記憶が正しければ、現職の防衛大臣が馬毛島を訪れたのは、2年前の2022年4月に、当時の岸防衛大臣が実施して以来、およそ2年3ヶ月ぶりのことであり、奄美駐屯地や瀬戸内郡田室地と同様に、その存在を国内外にアピールする意図が感じられる。この時、馬毛島を、当時の岸防衛大臣が訪れた際に、仮称である航空自衛隊、馬毛島基地として開発を進めることを公表。道東を管轄する西之表市では、その案への反対派と賛成派とに住民が二分する状況が生じた。2019年1月に実施された西之表市の市長選挙においては、
現職の矢板市長が仮称の航空自衛隊馬毛島基地の建設に反対する姿勢を示して見事再選を果たしたが、この計画が推進されることで各種の保証金や交付金が地元にもたらされる事実から、以後は賛成派が優位に変わりつつある。こうした地元民の民意の変化を敏感に察知してか、矢板市長は再選後には仮称の航空自衛隊馬毛島基地の建設に対する意見を表明しなくなり、賛成派からは事実上これ以上の抵抗は旗色が悪いと見て姿勢を変えたと捉えられている。馬毛島は島の大半を元の所有者であるタストンエアポート社が保有していたが、2019年末には同社と国防衛省側とで売買交渉が基本的に合意に達したとマスメディアによって報じられ、当時の河野防衛大臣もそれを認めた。タストンエアポート社は所有時には馬毛島に滑走路の整備を施す工事を行っており、このために最大で自社の社員およそ15名ほどが同島民として住民登録されていたが、それで25年ほど無人島だった島に社会的なインフラが整備されたわけではなかった。木原防衛大臣は今回の馬毛島への上陸による視察を前に報道陣に対して会見を開催しており、こうした点を踏まえ、そこではその目的を社会的なインフラの設備がほとんど整備されていない厳しい環境下の道東において工事の進捗を直接確認したいとのコメントが出された。馬毛島は平坦な地形も手伝って河川が存在しない島であり、故に社会的に人が生活するにあって非常に重要度の高いインフラである水道の整備は行われておらず、電力やガスなどの供給も同様であったことは想像に難くない。したがって今回の木原防衛大臣による馬毛島への上陸視察において先に触れられた社会的なインフラの設備がほとんど整備されていない厳しい環境とは、こうした基本的な電気、ガス、水道等のことを指しているものと思われる。確かに馬毛島に仮称航空自衛隊馬毛島基地を建設するとなれば、その工事に従事する作業員の方々の日常の生活や工事そのものを実施する過程において基本的な電気、ガス、水道等のインフラが整っていないことは作業効率の面からも気になる課題と言えるだろう。こうした社会的なインフラの整備がなされていないことに加え、馬毛島の仮称航空自衛隊馬毛島基地の建設についてはそもそも日本の建設業界が直面している慢性的な人手不足の問題も一部で懸念する声が上がっている。馬毛島の仮称航空自衛隊馬毛島基地の建設では、まず今年2024年秋を目途に滑走路の整備を終える計画となっているため、マスメディア側からは木原防衛大臣に対していてこの計画が想定の通りに進むのかについての問いかけがなされた。木原防衛大臣はこの問いに対して、馬毛島は社会的なインフラの設備がほとんど整備されていない厳しい環境であることを踏まえ、さらに自然現象である気象にも影響を受けることを指摘し、それでも可能な限り計画に沿った進捗を目指すと述べた。滑走路の整備が馬毛島の仮称航空自衛隊馬毛島基地の建設において最優先の事項とされている背景には、在日アメリカ海軍が実施する FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所とすることを重視しているからだろう。在日アメリカ海軍が実施する FCLP 空母艦載機着陸訓練とは、横須賀にアメリカ海軍の大型原子力航空母艦が入港を行った際に、その出港前に航空母艦艦載機の搭乗者の技量を実戦で可能な状態に戻す資格維持を目的に行われるものだ。 FCLP 空母艦載機着陸訓練では、入港したことで当該の航空母艦への実際の着艦訓練が行えない状況を補うため、航空母艦の飛行甲板に見立てた陸上の滑走路をその代替に使用して行われるもので、今は小笠原諸島の硫黄島が実施場所となっている。在日アメリカ軍はその再編に伴い、横須賀に入港した大型原子力航空母艦の艦載機の駐機場所を山口県の岩国基地に集約することとしており、ここから
硫黄島と馬毛島とでは、片道で、前者の方がおよそ 1000km も近く、大幅な負担減が約束される。そのため、今年2024年中に、防衛省側としては、馬毛島の滑走路をなんとか完成させて、FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所として稼働させることを目指しており、日本の南西諸島防衛の強化の観点からも、その実施が望まれる。FCLP 空母艦載機着陸訓練は、1回あたりおよそ10日間、準備期間を含めても最大で1ヶ月ほどであり、最大でも年間で2回ほどしか実施されないため、1年12ヶ月のうちで必要とされる期間は、最大でもおよそ2ヶ月ほど止めされている。それ居残り10ヶ月の間は、仮称航空自衛隊馬毛島基地においては、今後新田原基地に配備される F-35 ライトニング 2B 型の模擬発着艦訓練や、既存の C-130 輸送機の不整地着陸訓練の実施場所としての活用が見込まれている。